皆さんこんにちは、ペソでございます。米でんじゃない経験でですね、続きやっていきましょう。さあ、どうしたものかな。あ、とりあえずこっちから行きましょう。そっから軽い使ってくるか。なかなかやるね。仕留めできれんかった。あ、いたあたあた、しまった。
ああ、隣は失敗した。行けそうやね、ここまで来たら。あ、やられるか。あ、危ない危ない。
そこそこダメじゃん。やっぱりね、掃除久しぶりだなと。む、誰だ、生き様、生きていたのかと。この私がそれでほど簡単に死ぬわけはなかろう。慶州の恨み、今こそ晴してくれると。来るか。最後まで盾のままなんだね。なんも貴様ごときには負けぬ。なかなかやるな。だがここまでだ。謎の武将が宗純を討ち取った。なんだ、何が起きているんだと。敵の仲間あれでしょうか。とにかくこれを利用しない手はありませんと。よし、一気に攻め込めと。ということでね、宗純さんを討ち取って劉備軍は攘陽を占領したと。私は兄者に合わせる顔がない。あ、対局するの？ん、あれはまさか。兄貴どうしたんだ。いや何でもないと。元気ねえなあ、もっと明るく行こうぜと。そうだなあと、見間違いだろう。まさか。よし、乗用場に入場しようと。はい、ということでボーナスポイント入ったんで、レベルは2人だけしか上がらんかったけどね。酒屋さんだ。道具屋さんに行きたかったのに。ね、もうお金が7000ぐらいになっちゃってるから。であとはリーメイさんとか結構あれどこだ、リーメイさん。あ、いたいた。あー、そうか、馬術指南書がね、いらないから取り上げておきましょうか。下流の書をね、別の人にちょっと渡しときましょう。誰がいいやろ。下流の書とかね、津波の書がもうはっきり言っていらなくなってきてるので、関西に渡しとこうか。Thank you.
書がいらんのか。あ、性能書ね、別の人にちょっと持たせておきたいですよね。誰やろ、長飛さんくらいかな。ということでね、無事慶州は奪還できましたので、お次のまたシナリオに進んでいくというわけですけど、今回はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。